んか久々こうやって撮る。そうね。さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウラです。ドンキー。当たり前です。はい、というわけで今回はドンキ1万企画第2弾でございます。イエーイ。ありがとう。ありがとう。ということで、はい、今回もみんな1万円は買ってきたので早速見せていきましょう。はい、それでは行きましょう。せーの。マグネ。いっせーの。で、でーん。まずボディクリーム2つと、え、新しくない？ハンドクリーム。こっちはまずお風呂上がりの保湿用、うん、お風呂の中で使うやつ、うん、これはマッサージの時に使うやつ。あ、これはそう、寝る前のハンドクリーム。おー、寝る前って決まってるんだ。そう、寝る前専用。あ、そうなんだ。これめっちゃアベンジャー。あ、アベンジャー、待って、もうも使ってた。めっちゃいいよこれ。なんかちょっと高いけど千何百円するけど、これが一番いい。まあ、いっぱい使うというよりかは寝る前にしっかり保湿して寝る。そう、マジ乾燥しない。へー、おすすめです。顔を、はい、私はこちら、モチー。え、食べたモチー。焼きもち作る。うん、焼きもちだって。そう、焼きもち。焼きもち、もち何好き？あんこ。うち磯辺。きなこでも好き。きなこも好き。じゃあ結構ご飯系のが好きかな。お餅とマヨネーズと卵です。卵5個さっき使いました。うまい。あと使う人初めて。マヨネーズを使いました。エアはこれ、レッツパーティー。え、すげえ。え、頭じゃん。そう、これ大体腰につけてる人多いじゃん。はい、でもやっぱ卑猥だから、これを頭につける。こんな感じ。あ、いい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 。ほんと？こんな感じ。な、踊る白鳥らしい。踊るんだ。玉突きなの、しかも。え、ほんとだ。そう、絶対狙ってるでしょ。絶対狙ってるでしょ。絶対狙ってる。はい、以上です。受けられてる。次、いっせーので、でで、お、みんな美容系だ。メイはリップティントが可愛いのが売ってて2色買った、ティント珍しい。それの、あの成人式の時につけるリップを探してる。ああ、そうなんだ。そう、もうちょっとじゃん、成人式。そう、この動画出る頃にはワンちゃん終わってるかもしれない。終わってる。え、可愛いね、パッケージ。おお、結構赤い。へえ、可愛い。はい、ずれました。なんかずれない。はい、ってことでリップです。私はこちら、はい、ポイントメイクのリムーバーですね。これはアイメイクと、もう家のがなくなりそうなんで買いました。これはあさみさんがおすすめするヒロインメイクのまつげのリムーバーです。マジこれ使った方がいいよ、みんな。はい、というわけであげます。え、やった、ありがとう。私はマスカラとメザイクです。新しいやつ、いつも使ってる。いつも使ってる。なんか何のメザイク使ってますかとかよく DM に来るので、これ使ってます。これめっちゃいいです。これの確か青もあるんだけど。何が違うの？なんかね、細さだったはず。でも絶対ピンクの方がいい。おすすめです。以上、いっせーので、でで。これはファンデーション用の濡らして使うスポンジ。出ました。なんかファンデーションは濡らしてやるスポンジの方がめっちゃ密着するからいいです、うん、乾いたやつ、そうなんだ。でこれで濡らしたやつで塗った後に乾いたやつで余分なのを取るっていう、うんうんうん、であとこれマスカラのダマを取るコームも買いました。これ100円ぐらい、150円ぐらいだった。私はこちら、もうこれはごめんなさい、毎回買ってます。塗るつけまつげ。こちらの紫は私はもうずっとこれしか使ってないです。とってもブラシが細くて塗りやすい。そしてこちら、あさみさんおすすめの保湿リップですね。無臭だから無香料なんで私も買ってみました。いや、それの抹茶使ってる。うん、美味しい。美味しい。よかった、よかった。あとはピン止め見て、アリエルのがあったの。かわいい。ピン止めいっぱいあるでしょ、あんた。でもキティちゃんしかないから、うん、アリエルも買いました。明日からアリエルでメイクします。以上。はい、私はジョンソンボディケア。言い方もうちょっとかっこよくて、ジョンソンボディケア高保湿ハンドクリームです。やっぱ何事にも CM 狙っていかないと。そうだね。もう一回いこう。ジョンソンボディケア。ちょっとダメだ。これと同じ匂い。そう、エアボディクリームこれ使ってるんですけど、これの匂いがめちゃくちゃ好きで、いい匂い。まさかのハンドクリームもまさかのあるんだっていうことで。
あー、いい匂い。めっちゃいい匂いだよね。いい匂い。買いましたー。この、マジ、これ、ジョンソンしか勝たん。でも、アサミの匂いがする。嘘。いい匂い。メイの体臭はこれ。これの匂いがします。めっちゃいい匂いやん。みんなも、これ買って、うん、こうやって匂い、こうやってやったら、アサミの匂い嗅げます。次次いせーのーで、ブレーンどうぞブラシャン。ムラムラ。ちょっとどうにかしら。やだよ。ムラちゃんムラムラ。困るか。あの前までアレスカラーってやつのムラちゃん、あのエアも使ってるやつ使ってたんだけど、全然こっちの方がいい。そうなんだ。なんか泡立ちが全然違う。なんかムラちゃんって泡立たないイメージやったの。これはちゃんとシャンプー泡立つ。自分これのピンクを使っています。結構奇抜なこういううちの髪の色だったり、結構染めてる人が使うのはこのソマルカが一番。色持ちもしやすくていいよって言われたから、あの多分普通に茶色い毛とかに染めてる人だったら N ドットとかでもいいけど、めちゃくちゃ奇抜な人はこのソマルカがおすすめらしいです。そうなんだ。でこちらビーフジャーキー。関連性あるやつを出す。何一緒に出すなら。ビーフジャーキー普通のじゃないです。1000円もします。え、高っ。1000円もするビーフジャーキーと毛玉取りです。関連ないからこの2つだ。あるんです。それ何エアちゃんにプレゼントです。ありがとう。いや、そんな毛玉ついてる。え、あのグラマラスパッツの毛玉。モッケモケを着てるので。ありがとう。自動の毛玉取りと、あとビーフジャーキー大好きなので、今日はちょっと奮発して。1万円分の1000円使ってるから。確かに。ありがとう。美味しそう。これあとでちょうだい。うん。全部取られそうです。次、はい、私はこちらチョコです。プロテインバー。なんか私お菓子をやめてくださいって言われて、もうお菓子それ以来食べてないんですよ、うん、私なりに結構今すごいと思うんです、うん、記録更新してて。でもやっぱ食べたくなるんですよね、うん、そういう時に。じゃあエアに問題、はい、このお菓子プロテインバーを監修した人の名前は、はい、石田さん。違う。佐々木。違う。えっとカタカナと名字です。カタカナと名字。うん。後藤武田。だよ、バズーカ岡田です。え、変な名前。やめろ。でもすごくない？ありがとうございます。これ1個でさ、1食分のタンパク質だよ。すごいよね。すごい。しかもなんか脂質 6g、 糖質 5g。 へー。こっち MCT オイル入ってる。え、すげえ。でも結構でかいね。やっぱお菓子を食べるにしても、うん、食べるものを変えるだけでいいらしいので。そうそうそう。これに置き換えます。お菓子は、ね、以上。お料理するときもね、うん、サラダ油じゃなくて MCT、 MCT オイルとか、あとオリーブオイルとかでやるといいんですよ。そうなんだ。でもお料理しないから。あ、そっか。次いっせーので、じゃでー。こちらはあのアホ毛を止める。え、すごい。何それ気になってた。マスカラみたいな形のやつなんだけど、うん、アホ毛直して、こんな感じのね。マスカラじゃん。もエア、エアさ、アホ毛すごいからやってあげたら。どう。あ、なんかすごい。ね、でもこの間さ、撮影でこれ使ってもらってたよ。そうそうそう。ほら、どうした。すごい、なくなった。見せ、してみて、ほら全然見えてない。え、ない、ね、ない、ない、アホ毛ないよ。え、なんなのこれって。なんだこれ。で、まあアホ毛だけじゃなくて、こう結んだ時の下のさ、ここの毛とか。あー、出てきちゃうやつね。うなじとか。そう、にも使える。へぇ、顔便利。でも、こう、めっちゃ悪い。私はこちら、ちょい鍋。ちょいで足りねえだろ。ちょい鍋。これオーブンもいけるんだ。すげえ。うちラーメンを持ってくるときにさ、こういうフライパンじゃん、うん、じゃなくてこういうお鍋式が良かったの、うんうん、だからこれで辛ラーメンとか豆パンのときに汁物はこれ全部これで作ろうと思って。いい、ね、スープ系は、うんうん、であんまり深いと中身見えないけど、平たいと中身見えやすいから、うん、撮影用に豆パン用で買いました。いい。これはちょうどいくない。1個の辛ラーメンとか作るのちょうどいいよね、うん、はい、次エアは靴下、パルバンクライン。え、そうなの。そう。あ、ほんとだ。ドンキに売ってるんだ。そう、売ってました。これと、あとなんかこれ、あ、ジム用パンツ。ジム用パンツ、アディダス。以上、頑張ってください。上は着ないってことですね。そう、上はマッパ。もうマッパ。ブラジャーもしない。ブラジャーもしない。いいですか。いいよ。いっせーので、ででーん。でかっ。はい、メ
めはこのプロテインシェイカーをこの前買ったのに、蓋を多分捨てちゃって1日でなくした買いました。1日でなくすってやべえよ。めっちゃ怒ってたから、エアに捨てられて。絶対エア捨てたって。もうめっちゃバーン、めっちゃ怒ってました。なのに、めっちゃなかったよ。そんなロカルのこと蹴り飛ばしたもん。本当にびっくりした。そう、嘘。そんなで蹴られるの？しかもうちじゃないのに。めっちゃ血だらけだった。うちじゃないのにさ、一日でなくしたイライラすごいんだろうなと。ってずっと受けてた。鼻からも目からも強い。もうひどかったからね。ちょっとどこまで本当か分かんない。いや、それが。いや。最初から嘘。はい、私はこちら。100年後もある。いや、本当は、うちこれ900ミリのいつも買うのに、売ってなくて、このサイズしかなかったから、マジちょっとマジぶん殴ろうかと思ったんだけど、え、見つかんす。あ、もうええ買えばいいかなと思って、でもなかったからすぐ欲しいから買ったでしょ。で、まあごま油、じゃあ結構使うから。え、そうなの？チゲ鍋やる時も、あの肉炒めるのはごま油の方が、風味がね、やっぱごま油の方がいいから、まあ、入れすぎは良くないけど、ちょっとならごま油はいい方です。サラダ油よりは。そうなんだ。なので 600g 買いました。でもこれ見た瞬間にこれしかないと思って買った。はい、エアはこれやってほしい。変声ね、一回さ企画でやったよね。うん、やったやった。でもさ、あのその時はさ、まあ、財力もなかったもんで、1本か2本しか買えなかった。確かに。で、企画にならなくて、しかも動画消しちゃって。そう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 だ。確かその動画消すのはエアだよね。エア懐かしい。エアが削除した動画。お願いします。え、全部吐き切んの？一回吐き切ってして、鼻つまんです。捨て捨て、ごっくんしてね、ごっくん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 。わあ、すごい。すごい、これやってもいい？いいよ。うん、あ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 、もうまだ、まだなってるね。うん、なってる。みんなでこれで喋りたいね。そうだ。いや、エアからする？せー、スピードが勝負だよ。ちょっとずらしていく。はい、せーの。やっぱりね。いや、すごいすごい。やっぱそういう感じだよね。なんか、え、何どうしたの？やばいね。すごいね。これちゃんとスーッとなるね。うん、すごいわ。はい。うわー、すごい。すごい。これすごいよ。やっぱり、こうやって。声低くしてみて。わー。君がいなくなった日々も、このどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかフラッと現れ。あ、猫になったの歌っちゃった。いいよ、全然いいよ。ごめんごめん、全然いいよ。歌っちゃった。いや、終わりだよ。もうメイ、あと1個。うちも1個。ワン、ツー、サン、シー、デー。これモコモコのクロックスです。いいね。これから、あの、あれあれ、ベランダで洗濯干すときに、今寒いから、あ、これでね、暖かくしながら。暖かくして。じゃあめっちゃ暖かい。ほら、本当だ、本当に冬用じゃん。そう、これ絶対さ、普段履きしたら臭くなるよね。そう、メイもさ、なんかそう、こういうモコモコの靴ってあんじゃん、うん、すごく臭そうだなって思っちゃう。そう、絶対臭い。やめなよ、ちょっと履いてる人だっているなんか思っちゃうんだよね。モコモコのやつ着てる人絶対臭い。臭い。これ今来たから。裏は？うちはこちらは朝まで超安心。おー、400。やったー。なんと300でも360でもなく400でございます。やったー。まあ、うちとエア
アに関しては量がね多いですから、めっちゃ多い、大きいものでないと耐えきれないので、うん、いつも400ぐらいを使っています。というわけで以上今回の1万円企画でした。はい、なんかさ前回より全然買えてない気がする、うん、うちも思った。別にそこまで高いもの買ってないんだけどな、ね、だって前回こんなんだったのにさ、うちなんでこんな少ないんだろう。絶対エアのビーフジャーキーのせい。ああ、うん、絶対そうだ、だってこれと値段一緒だよ。返してせ、嫌だ、絶対嫌、絶対嫌。もう次は1人3万円やります、うん、そんなにじゃないかこれじゃあ3万円分買おうよ、いらんなありがとう、ありがとう、何がはい、というわけで今回も1人1万円ずつドンキでお買い物できました。やっぱりさ爆買いってすごい気持ちいいよね、うん、楽しい。だからちょっと今後も私たち快感を得に爆買いはいろいろやりたいので、はい、ぜひあのもうあんたの声だよそれ何を爆買いしてほしいか、ぜひコメント欄で書いていただけると嬉しいです。はい。こんな爆買いしてるの見てみたい、などなど、ぜひぜひ送ってください。はい。してます。というわけで、以上。じゃあ、これを見て、エアとお揃いにしたいなって思った方は、ぜひこれを買ってみてください。ということで、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。パンツに塗ってあげようか。卑猥じゃない、これって。ね、はい、ということで、一枚木、ドンキホーテボリューム満点、激安ジャングル。ありがとう。